どうも、ねずっちです。この間、JCOM のねずっち散歩のロケをね、足立区の竹の塚っていうところでね、まあやってたんですけど、街を歩いていたらですね、おじさんに声かけられましてね、あれ、ねずっちさんじゃないの？なんつってね、あ、そうですよ、つって、何、この辺住んでんの？って言うから、いや、この辺は住んでない。住んでたとしても、この衣装では歩かないなって、あ、そらそうか、わっはっは、なんて言いながら、話をしててね、したらおじさんが言うんですよ。ところで、ねずっちさんって、誰のモノマネする人だっけって言われてね。いや、俺、モノマネやらないですよ。え、やらないっけ？なんか、モノマネやった後、ねずっちですだよね。いやいや、ねずっちですってやってる段階で、それはもうねずっちのモノマネだね。え、違います。僕、謎かけです。って言ったら、そうだ。何々とかけてってやつだね。寄席とか出てるの？って言うから、あ、出てますよ。もうしょっちゅう出てるんでね。ぜひ、今度見に来てください。って言ったら、あー、ちょっとでもな、お金ないからな、ってこう言ってきたんでね。え、お金ないの？そっちの方がもうノーマネーってこう言ったらね、ちょっと分かりづれえなって言われたっていうね、そういうことです。